黄色っていう色がなんか自分の中で結構しっくりくるテーマやったので、うん、あの曲のいいとこで流れるじゃないですか。イエローっていうのはいい色だなと思って始まりましたよ。本日はよろしくお願いします。私マイホームヒーロー鳥栖哲夫役の佐々木蔵之介です。真島恭一役の高橋恭平です。そして今回ドラママイホームヒーローを担当させていただきました、主題歌歌わせていただいてます、ジ・オーラルシガレツボーカル山中拓也です。僕らは回ってますけど、今日本当に3分前に会ってる、本当ですね、3分前に会ってる、めちゃめちゃ緊張してますよでもやっぱりなんか関西っていうのがね、そうですよ ね、確かに奈良です、ね、僕奈良出身で、京都です、大阪です。あ、そうですよね。うわ、もうすごい。佐々木さんって神戸大学出身ですよね、そうでしょう。鈴木さんでしょう。うち、そうなんです。ギターが神戸大学出身で、ね、僕は神戸大学落ちたんですけど。ああ、そうですか。はい、一応学校行きました。受験しに。受験しに行かれました。はい、行きました。六甲に。六甲に。山登って行きました。ああ、そうですか。はい、神戸の経済。そうです、経済。経済ですか。受けさせてもらって。そうなんです。すごいですね。僕は大学行ってないので、それこそ僕が楽曲制作してる時に、うん、あの一緒にトラックを作ってくれてる相方がいるんですけど、うん、その相方がなにわ男子さんの曲もあの時々作ってたりしてて、聞いて、そう、それもすごい共通点、めちゃくちゃご縁ですよ ね、 そうですね、すごいすごい角度からのご縁があって、まさかびっくりしましたけど、うん、僕もああなんかあの関西で奈良で、あ、大学後輩がいるし、すごいって思いながら、ね、そうそう、お互い共通で、そうそうそう、すごく嬉しかったんですよね、うんうん、この僕ね、今回ドラマカンパケ見た時にそこで曲を聴いたんですけど、うわ、すごいぴったりな歌詞で、本当にうわ、ありがたいなと思ったら、ドラマを見てくださってから作詞作曲してくださったと聞いたんですよ。そうですね、最初にドラマ見せていただいて、うん、監督とお話しさせていただいて、でこういう楽曲がいいとか、ここのタイミングで流したら気持ちよくなるような楽曲がいいなとか、いろいろその話をした上で制作に取り掛からせてもらったっていう感じでした。はい、さっき原作は読まれました。原作は読んでました。読んでました、もう、はい、そうですね、マイホームヒーロー自体作品として知ってて、でドラマ化になりますっていうのを、そのお話いただいた時に聞いて歓喜して、ドラマ化すんのって思って、それでやりたーってなってて、でお話いただいたのですごく嬉しい。あ、そんな流れですか、はい、めちゃめちゃ嬉しかったんじゃないですか、もうその主題歌を、いや、めちゃめちゃ嬉しかったですし、あの先にその作品映像を見せていただいて、その再現率込みで、あのすごくクオリティ高くてちょっとびっくりして、俺楽曲へのプレッシャーちょっとすごいなと思って、プレッシャー感じながらにやってました。もう圧倒されたというか、あの曲のいいとこで流れるじゃないですか、あれがもうすごかったですね。このね、イエローっていうこの色が、うんうんうん、言ったら信号で青、黄色、赤のイエローなんや、だから非常にちょっとなんか危ういところ、このイエローっていうのは面白いなと思って、まあ僕なんて犯罪者であるけど、でもヒーローとしてこの物語で進んでいく中で、イエローっていうのはいい色だなと思って、どういうあれがあるんですか。なんか最初作品見させていただいて、そのやっぱりこうあったかさもあの作品から感じられましたし、それと同時にやっぱ狂気みたいなね部分もやっぱりすごく感じたので、最初に楽曲作る前にテーマを決めようと思って、その作品一言で言ったら何やろうなって考えてた時に、なんか黄色っていう色がなんか自分の中で結構しっくりくるテーマやったので、まあそれもさっき言っていただいた通り、その太陽みたいなね、あの絵で描く時とか色黄色で太陽って塗ったりするじゃないですか、まあ、そういうなんかあったかい色もありながら、まあ、その信号の黄色信号も一歩行ったら赤ですよっていう危険信号みたいな部分の危うさもなんか黄色の中っていうのも入ってるなと思って、その色をチョイスして曲作らせてもらいました。
と流れてます、うんうんうん、ずっと歌ってくれてます、ずっと流れてます。具体的な声ってすごく響いたな、うん、そのお客さんが一人増えてくれるだけでの喜びって結構すごかったし、うん、だからなんでなんてなるじゃないですか。